ちゃ切れ味良くなってる。プロパン見て、この踊ってるよ。後藤スパイシーのゆるキャンプ、キャンパー、どうも後藤キャンパーでございます。本日は、ゆるキャンプ第6弾ということになっております。やったー、鳥も歓迎してくれてるぜ。前回ナイフを買ったんですけれども、今回はご紹介させていただきます。映ってよこれ、これ映ってる。ということでこちらですね、フライパン、フライパン、フライパンをね買いました。こちらね、すっげえなんかいいやつね、アマゾンで買いました。ブッシュクラフトっていう会社のフライパンなんですけれども、これね焚き火フライパンっていうやつですね。じゃあまだ使ってないやつだけど、見てください、この海みたいな、沖縄の海みたいな色合い。これ鉄でできてまして、ええないじゃんって思ったと思うんですけど、ね、これがね肝なんですよね、このブルッシュクラフト社のね、フライパンね、焚き火フライパン。これね、例えばこういう木を、これちょっと細いけど、こういう木をやって、この柄の部分をそこから拾って使うことができる。えそんなのあり、絵だけにね。これがねすげえいいんですよね。なぜいいっていうと、これね鉄のフライパンってね、多分僕がキャンプのイメージだと育てるっていうイメージなんですよ。この鉄のねフライパンをもっといい色にしていくとか、もっとなんか使い込まれてる感じにしていくっていうのが多分ね、僕がねなんかいろんな資料とかで見たキャンプの醍醐味らしいですよね。だから僕もちょっといいの買ってみました。でこちらブッシュクラフト社の焚き火フライパン、大体5000円ぐらいですね。こちら5000円、もう本当に鉄、本当に鉄のやつで、これが24センチのフライパンなんですね。顔と合わせるとこんな感じで、24センチの長さで、でこれ2つ種類あるんですよ、同じようなやつが。でこれが深めのやつなんですよね、深めのやつ。これぐらいかな、どれぐらい、第2関節ぐらいあるのかな、これぐらいあるのかな、これぐらいあるのかな。こういう風にやるとさ、なんかチンチンの長さがこれぐらいか、これぐらいがいい、大きめの深めのやつ。だから僕とかは多分これからカレーとかね作ると思うので、カレーが作れる深さのフライパンを買いました。で大体鉄のフライパンって結構調べたんですけど、シーズニングっていうものが必要なんで、さっき言いましたけど、育ててくるみたいな、お手入れってことですね。お手入れが必要なんですね、鉄のフライパンって。僕お手入れしたことないんですけど、フライパンをね、例えばもうなんか洗って多分使い込んでいくうちに多分黒くなったりするんです。それをその終わった後とかに洗って油をつけて、馴染ませるみたいな感じで長持ちさせる、いい感じのフライパンにするっていう工程がね、お手入れとしてあるんですけど、大体鉄のフライパン買った時に、買いました、手元になりましたってところ時にシーズニングをする、初期の段階、まだナイフだと研ぐみたいな感じがね、基本的にあるらしいんですよ、キャンプの焚き火フライパンには。でもこれはね、そもそもなんかシーズニングがされてるらしいんですよ。だからもう買って開けて基本的に使える状態で今手元にあるっていうね、すごいね、なんかいい、なんかちょうどいい、面倒くさくないやつ。これ使ったら多分ね、やらなきゃいけないけど、油入れてわーってやらなきゃいけないけど、一番最初はもう本当に使える、そのまま使えるからめっちゃいいですね。これ5000円で、この絵ですね、この絵をそこら辺の木とかを拾って、削ってここにスポッて入れて、こう持てるようにするんですね。でなんでこういう風になってるかっていうと、例えばなんか焚き火とかだとこうわーってあち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 ってなると思うんですよ。だからめっちゃ長い絵をやれば、ここからもうピザ窯に入れるかのように焚き火で調理ができるところがね、なんかおすすめなんですよね。じゃあ早速ですね、
ウォータリングキスミントということで、だいたい親指ちょいぐらい、親指ちょいぐらいかな、親指ぐらい、これいいんじゃない、早っ、これにするわ、ここの部分でしょ、ちょうどいいでしょ、じゃあこれにしますということで、これも折ってこのくっ曲がっちゃったな、ここから欲しいよ、あでもこれもありか、こう曲がってんのもありかも、意外と入んねえわ、じゃあこのね、オピネルのね、やつを使って、まあ、削いでいくと、整えていきましょう、めっちゃ切れ味良くなってる、完璧じゃん、超完璧なんだけど、見て見て見て、あー強い蜂みたいのいたけど大丈夫、だからどれ、逆にどれだけ長くてもいいの、なんなんだこれ、重すぎて手プルプルするわ、重すぎて手プルプルしてるわでここに2つ穴があるんですけど、ここに、まあ、基本的に付属品のネジはねついてるんですよ、なんか回すやつね、でも今回はネジを使わずに木でくさびを作っていこうかなと思ってます、これ簡単なみたいなんですよ、じゃあちょっとやっていきましょう、でやり方としてはこの真ん中に筋を1本入れて割れ目を入れて、でここの上からその割れ目に向かってこの尖ったようなものを入れてクッカ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 ッとやっていくと、まあ、閉まるという原理らしいんですね、ちょっとこれ切ろうと思ったんだけど、ここの部分がちょっと邪魔でここにちょっと切れ込みが入れれないんで、ここの部分、一番いい遊びの部分をちょっと切りたいと思います。まあ、ちょうどいいおあつらえ、普通の感じになります、ここにね、切れ込みをね、入れたいんですよ、ここにね、こう、あ、結構入ってくる、でも入ったー、いける、あ、めっちゃ割れた、もうちょっと切れ込みができました、 OK で、このくさびを、まあ、ちょうどいいサイズじゃない、もう一回ここに入れると、ここにはめて、おグッグ入った、めっちゃいくない、はい、ということでこちら焚き火フライパンワイルド仕様ができました、めちゃめちゃ良くないですかこれ、でなんかちょっとね愛着湧くし、でもこれは一回キャンプ終わっても使わない、次のキャンプの時にはもう多分これはもうなくなってるから、すごいなんか儚いよ、ここもくさびが良くないですか、いいね、ここネジじゃないの、木なのよ、じゃあこれをね、このフライパンちょっとまだ火入れてないんで、ちょっと一回火入れて、まあ、なんか焼いてみようかなと思います、この後ろにある、まあ、この前使った焚き火台、いい色になってます、これの焚き火をしてここに上に乗っけてフライパンしよう、フライパンバーニー come here bushfire fuck shitまあ雨でね、ちょっとね焚き火がね危うい感じになったんですけれども、これからね調理をねしていきたいと思います、これ絵になるね、ほんとこの絵がいいよね、絵だけに、絵になるから絵だけに、おっめちゃいいじゃん、ウインナー、うぅうぅ、じゃあ粗挽きもね、ドンいきますよ、ドン、
肉しかねえ肉しかねえぞ。本当はなんか最初はくっつくやつダメだってね書いてるんだけど、本当はなんか野菜とかが一番最初に焼くといいの、焦げ付きがねやっぱあるからってことで。もうソーセージ全然いけんだけどね、色変わってきてるね、ちょっと黒っぽくなってきた。あ、やばい、プロっぽい見てこの踊ってるよ、めっちゃプロっぽい、プロっぽい、プロっぽい、ほら。ちょっとウインナー2つ、もう一個、もう一個、もうかんの、うん、知らね、食える食える、家のフライパンでもこうなるけど全然。あー、いい、うまそう、家のフライパンでも全然なるけど、なるけどね、もういいでしょ全然。最高だ、どこで置く、なんか虫できました。焦げ焦げのソーセージ盛り合わせでございます。このベチョベチョの箸ベチョベチョの箸で、ベチョベチョの皿、ベチョベチョの皿とベチョベチョの箸で熱々のソーセージ食べます。いきます。うまいしー、うめうめうめ、しかも晴れてきた、めちゃめちゃ晴れ間、晴れ間が出てきた。ということで今回ちょっとね、あの途中から雨降ってきちゃったんですけど、今日はフライパンのね、この新しいキャンプギア、フライパンでまあ何かソーセージを食べてみるっていう感じなんですけど、うまいっすねやっぱ。で雨降ってても気にならないぐらい、家ではちょっとできないかもね、この香ばしさで焚き火の匂いが乗り移ってるような、しかもこれがっしりしてるし、これは絵がね、しっかりしてるから、いや、うまいな。これをちょっとね、これから育てていこうと思います、このフライパンを。めちゃめちゃゆるくね、ゆるキャンプやってますけど、まあ、こんな感じでね、まあ、どんどんギアも増やしていって、いろんなものを使って、まあ、なんか楽しくね、やるキャンプできればなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。後藤スパイシーでした。スパイシープカリスス、プカプカリスス、スス、プカプカリスス。